おはセロトニンニン、忍者系バーチャル YouTuber 朝のルリと朝のアコネです。どうしたん、どうしたん、興奮しちゃって、興奮しちゃったか、興奮しちゃって、あーそこそこ、はい、あ、まあ興奮するのもわからなくはないです。はい、今日の企画はですね、はい、私たちが大好きな動物にまつわるクイズとなっております。お題して、はい、バン、犬の名前トップ10。イエーイ、楽しい、もはや楽しい。出展はですね、うん、アニコム損害保険株式会社さんからです。ありがとうございます。こちらの情報をねちょっと借りさせていただきましたが、犬の名前トップ10ということで、これ2019年の犬の名前トップ10ランキングらしいんですよ、はい、オスメス含めたトップ10らしいので、はい、これをじゃあ頑張って当てていきましょう。はい、じゃあこれ当てた方は1ポイントね、うん、当てた方は1ポイントでいきましょう、うん、当てた方はなんか楽しいことしよう、楽しいことしよう、うん、はい、それでは当てていきましょう。はい、じゃあ先行後攻決めるか。はい、じゃんけんぽい、僕の勝ちなので先行。あ、いいよ、いきます。いいよ。コロ。おお、かわいい。僕絶対ワンちゃん勝ったらコロって昔は決めてた。あ、そうなんだ。うん、残念。いや、ショックがすごいな。嘘でしょ。へー、僕ね、ちなみに他の動物の名前ランキングは、うん、最近ちょっと見たのよ。あ、そうなんだ。うん、なのでちょっとシンパシーを感じてます。なるほどね。はい、はい、チョコ。チョコは、うん、おお、人気ですね、やっぱね、チョコね。はい、じゃあ1ポイントいただきます。どんどんいきましょう、どんどんいきましょう。はい、モカ。あ、モカは、うん、モカ3位とか1位とかじゃない8。おお、やっぱね、その辺だよね、色色とかだよね。そうだね、やっぱね、そのダックスフンドちゃんによくつけられてる、うん、でも2位がモモなのか。モモだね。1位なんだ、色じゃない。はい、うん、ポチ。あ、ポチ、そうだね、ポチ。シンプルに可愛いよね。可愛い、ポチ。残念。なんだ、昔か。もうどんどんキラキラしてくんや、ネームがね。うんうん、はいはい。チビ。残念。いいよ。チビポチ、頃あたりはやっぱもっと向こうなの。うちらが子供の頃なのよ。マジか。モモ、チョコ、モカ。はい。ココア。あー、残念。待ってね。うん。もうちょっとネタつけたぞ、これ。もうやばい。やばい。あれ、待ってね。はい。お、レオ。レオは7位です。おー、やったー、レオ。レオ、かっこいいもんね。勇ましい犬とか。そうだね。レオ。はい。クーちゃんとかね。あー、いるね。うん。残念。ないか。マジ。ないか。なんかちょっと惜しい名前が多いかもしれない。なるほど。待ってね、うん、まあ僕がワンワン名前つけるとしたら、やばい、お姉ちゃん変な名前つけたがるからな。なるほどね、名字みたいなね。そう、遊びに来てる野良猫とか鳥にも変な名前つけてるから。え、こわ、ぼんじりとか。え、こわ、食べる気満々じゃん。違うんだよ、なんかそういうなんかね、可愛らしい名前はなんか違うなってなっちゃう。あ、そうなんだ。そう、親しみやすいというかね。ダントツ1位があるわけでしょ。うん、はい。白って言った、さ言ってない。白。残念。え、ないか。ももちゃんがって。うん、まあね、ちょっと待ってね。はい、うん、プリン。はあ、プリン、プリンちゃん。あ、うん、おらず。いないか。やっぱ感覚がちょっと昔なのかな。昔なのかもしれんな。ワンちゃんでしょ。ワンちゃん、うん。あ、さっきチロって言った。言ってない。チロ。残念。はい、ショコラ。残念。ないか。チョコちゃん、なんか食べ物、美味しそうな食べ物の名前。プリンちゃんって。で、あと色にまつわってんのよ、大体。うん、漢字にすると、うん、一文字のやつがちらほらいます。一文字のやつがちらほらいる？でも、もチョコ。うん、漢字一文字がちらほらいるの？手挙げてたね。はい、あ、トラ君。残念。猫じゃない、トラ君。あ、トラ君、うん。わかんない、一文字。思いついたぞ。ほんと。はい、9。
キング。キング。残念。ちょっと聞かれててさ。犬よりは猫かキングって名前つけそうなの。うん。はい、どうぞ。マメスケ。かわいいよね、マメスケ。かわいい。かわいいすけよね。かわいいすけよね。はい。マメスケなの、はい、はい。バニラ。残念。いないか。太郎。残念。え、太郎いないの？普通に僕好きだけどね。太郎いないんだ。え、ね。はい。うん。茶太郎。かわいい。残念。いないよね。なんか柴犬とかにつけられてそうかなと思ったんだけど。はい。シンバ。残念。ああ、ライオンキング的なね。そう。はいはいはい。ここね、シンバって名前にしたいって友達に言ったらすげえバカにされて。多分ね、犬より猫だな。え、シンバ？うん。あ、ライオンだから？そう。うん。いやでもいいと思うよ、お姉ちゃんは。でしょ？姉ちゃんはいいと思うよ。姉ちゃんなら分かってくれる。姉ちゃんはいいと思った。うん。なんだろう。わかんない、ごめんなさい、怒られるかも。はい、うん、ヒカキン。いないか。尖ってんね。さすがにいない。え、でもなんかさ、あのなんかあの YouTuber さんの名前とかつけてそうじゃない？なんか子供が買ってきて、はい、何にせんなって言って、ヒカキン、ヒカキンみたいな。いや許さないんじゃないか。ヒカキンとかないかな、ヒカキンさん的な。なんかその尊敬してる人から名前もらうみたいなさ。めちゃくちゃ尖ってた今の。別に尖ってないと思うけど。あの今までの回答権に比べたらかなり尖ってた。あ、尖ってた。確かにね。はい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 。ないですか？残念ですけど。残念ですけど。あ、でもヒカキンさんにまつわるものの名前は入ってますね。あ、なるほど。分かったかもしれない。犬キン。犬キン TV。TV って。犬キンじゃない？じゃない。ヒカキンさんにまつわるものでしょ、うん、それの通りじゃないですか。近いっすか。近い。ヒカルとか。あ、違うか。あれ、ヒカキンさんってヒカルだっけ、うん、だよね。黒もない、こっちもない、うん、白もない、太郎もない、豆蔵もないでしょ。豆蔵は言ってない。あ、じゃあ豆蔵。違います。え、ないか。ま、なんだ。え、わかんない。YouTube くんとか。ハンドルネーム。違う。違うか。違う。いや、ヒカキンさんにまつわるって。え、本当にまつわってる？まつわってるっていうか、まあヒカキンさんって猫飼ってますよね、うん、あー、そうか。犬を。違う。虫よ、虫よ。マル？マルとか。獣医。わー、マル10位なんだ。わー、マル可愛いよね。柴犬につけたい。確かに。マルっつって。あとポメラニアンとかね。あちゃんどうですか。はい、うん、言いましたけれども、うん、コロスケ。コロスケはないっすね。コロスケはないけど、なんか近しいものありそうだよ。え、なんか和風な名前ない。あ、でも漢字一文字があるんですよね。あるですね。はい、ジョイ。ジョイ。ジョイない。なんか YouTube で皆さん見てみてください。あのゴールデンレトリバーのジョイっていう、あ、めちゃくちゃ可愛いんで。へぇ、ジョイくん超可愛い。うんうんうん、うん、はい。フー。フー。ナイス。風と書いて。あー、あー、じゃあ近い。はい。フータ？違う。あ、フータ。違う。フータ。はい。はい。雨。惜しい。雨ちゃん。え、惜しいの？雨くんとかいそうじゃない？はい。嵐？ちょ、なんか、うん。惜しい。惜しい？でも完全にリボンで連想してる。はい、どうぞ。ユキ。あー！うん、なんか、うん、そっちに。そうですね、惜しいです。お、惜しいの？天気の名前？天気っぽいのかな、じゃあ。天気の方。なんか、その辺に近い。その辺に近い。天気確認するときってどこ見ます？それはマジヒントじゃん。あー、はい。はい。空？はい。おー、空くんね。はい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 。あ、でも空ちゃん。なるほどね。そういうこと、確かに。確かに。いらっしゃいますね。えくん。
なんだあとは。はいはいはい、はい、どうぞ。モッコ。ああ、9位です。やったー、モコちゃん9位なんだ。やったよー。あー、1位と2位をね、こう、そうだね、なるほどね、はいはいはい、取ってみたいなことね。なん、はい、うん、ナミ。違いますね。違うか、そうか、うん、はい、ミミ。違います。ウサギっぽくね。いいだろ、別に。ごめんなさい、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 違う、ごめんごめん、偏見がすごかった、ごめんごめん、ごめんなさい。はい、はい、海。違います。あー、なんか天候系が入ってんだったら自然系も入ってるかなって。あー、自然系では。え、なんなら両方自然系では、両方自然系ではある。じゃあ漢字一文字である。はい、なぎ。なんで2回答えちゃったの。ごめんなさい、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 ごめんなさい。なぎ。ないないか、なぎないか。で、漢字一文字なの。はい、全然出てこーへん。最初の一文字出してもらう。出してもらう、うん、お願いします。じゃあ一文字か。うん、最初の一文字言うとちょっとあれかな。そう、大丈夫、どっちわかんないから。じゃあ3位の最初の一文字。はい、ま。え、ま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 、え、で、まで日本語に戻すと漢字一文字になるの。なる、ま、ちょっとまあまあまあ、なり、うん、なるっちゃなる。マタロ、マタロ、マタロ、ここに来て、ま、ま、マタロ、ま、ま、ま、え、で自然系でしょ。自然系ですね、自然、そうですね、自然にできるものというか。マルス。はい、マーレ。違います。かっこよくなったね。ま、マーレってなんだったかな。ね、に、海だ、確かイタリア語で海だったんですよ。あ、リボーンで学びました。おー、マーレリングっていうのがある。はい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 、うん、マか。え、本当にわかんないよね。わからん。マ、マから始まる自然の音で漢字一文字になる。になる、になるってこと。なる、訳したらそれに近くなる。なー、なるほど。ってことは日本語じゃないってことだな。日本語ではないです。おい、抹茶。抹茶日本語なんだ。うるせえな、一生懸命考えてんだよ。まあ、マグマ。いや、そっちの方かじゃない。そっちの方かじゃない。違うか、ま、ダメだ、リボンに縛られてんな。わかる。うーん、はい、お、何。6位は2文字。6位は2文字。漢字にすると1文字。3位は、まから始まって3文字。3文字、丸をじゃん。あ、でもさっきいないって言ってたわけ。丸を、うん、言ってた。ま、ま、まさご。漢字じゃ2文字。うん、ま、わらん、もう。ほら、ね。マッカイ、マッカイ。うーん、マグロ。ご期待ください。くださいではない。自然だもんな。え、でもマグロは英語じゃないのよね、ツナなのよね。そう、英語にするとね。え、マジでわからん。本当にわかんない。6位、6位は人間の部位にも現れる、し自然のものとも言う。胸って自然のものだっけ。マンボ。違う。マンボね。マンボ。確かに。え、体の部位にも現れんの。分かんない。眉毛とか。6位が2文字でしょ。うん、で、人間の部位なんでしょ。人間の部位か。髪、眉毛、目、鼻、鼻、うん、あ、そういうこと。あ、6位です。え、あるんだ。え、もうなんか、ん、白、
シロとかさ、コロとかがないから、じゃあもう花もねえのかな。そうだね、太郎もないって言ってたし、まあ何でも言わなくちゃいけないよこれは。そうか、花ちゃんだ。で、食おうと思えば食える。あ、確かにね、食用のね、あるからね。わかんねえよ、お花あるからね。はい、3当てよ。まで、まで食べれる、食べれる自然のもの。日本語に訳すと、日本語に訳すと一文字になる。マグロ以外ないって。マグロ以外ないよな。何系、何系なの、系統的に言うと。うん、食べ物の種類で言うと、まあ、まあ、この時期っちゃこの時期のものなのかな。え、マトン、和菓子とかによく含まれます。和菓子、和菓子、和三本、まあ、ケーキに含まれる。え、でもマカロン絞るでしょ。ケーキ、ケーキ、厳密に分かった、はい、マロン。お見事、やったー、すごい、よしよしよし。栗ってこと。栗や。あー、なるほど、分かんなかったよ。え、でもやっぱ色なんだね、大体がさ、ココ、マロン、チョコとかね、モカとかね。あー、分かんなかった、超難しい。お腹空いてきたわ、今すげースタバ行きてんもん。あ、スタバいいね。なんまそのマロンって名前見たらスタバ行きたくなったわ。いいね。はい、ということで、2019年の犬の名前トップ10、あかね5ポイント、ルリ4ポイントで、あかねの勝利。接戦でしたね。接戦でした。いやー、多分みんながね、飼っているワンちゃんとか猫ちゃんとか、その大事な家族たちももしかしたらね、同じような名前なんじゃないですかね。はい、はい、あの、もしよかったら軽率にツイートしてください。あの、皆さんのお家にいる可愛い家族の写真をよろしくお願いします。されますね。ね、はい、はい、ということで本日は犬の名前トップ10を当てていきました。はい、次回の動画でお会いしましょう。せーの、はい、バイバーイ。チャンネル登録、高評価よろしく。